はい、どうも、トトチンユイよ。ということで、今日は、まあ、動画撮り忘れてたか、撮ってきたときは、まあ、動画ないけど、まあ、なんだったっけ、今日は、突然カップラーメンが食べたくなってか、ちょっと待って、カップラーメンが食べたくなってきたか、カップラーメンを作っていくわ。じゃん、カップラーメンよ。これ川で流れてきた、ちょっと待って、流れてきたか、取ったものよ。じゃ、開封していきます。あ、今日開けてく。でも私お湯が沸かせないのよね。だからまあ代用して水でやってくわ。冷たい冷たい水よ。普通にインボリシック持っていけるぐらいの温度の水よ。じゃ、入れてくわ。あ、少なすぎたわ。ちょっと水足りないからちょっと待っててちょうだい。シェシェシェのシェ。完成したわ。トト特製カップヌードルミニ。じゃ、命に感謝、いただきます。おお、完全にはまだ出来上がってないわね。ま、時間もないし、いただいてみるわ。まずエビからいただいてみるわ。あー、これ普通に夏に食べるのが、夏になんか暑いけど、なんかカップ麺が食べたくなった時に作るのがいいかもしれないわね。うん、あら、あれない、あ、うん、まあ次は一番メインの麺を食べいただいていくわ。うん、ちょっとまあお湯でやるよりちょっと硬いってぐらいだと思うわ。あ、あった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 。このお肉のようなものも食べてみたいわ。あ、間違えた、いただいていくわ。なんか冷たい割にはめっちゃ肉の味がして、まあ、うん、美味しくない。うん、まあ、うん、いや、